海と日本プロジェクト in 福井。日本海に面した福井県坂井市三国町。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。県海洋資源研究センターの主任研究員中野大地さんです。さまざまな海藻が群生する藻場の現地調査に訪れました。今日の調査は、まず海藻の生えている種類を確認します。で、去年と変わっていないか、あとどれくらいの背丈があるかを見ます。酸素ボンベを装着し、泳いで沖合に向かいます。海藻を餌や住処にする生き物は多く、豊かな藻場は海の生態系保全に重要な役割を果たしています。さらに海藻が吸収する炭素はブルーカーボンと呼ばれ、 CO2 削減の観点からも藻場は世界的に注目されています。しかし日本海沿岸では近年、温暖化の影響などで高水温に弱い海藻が枯れて藻場が失われる磯焼けが大きな問題となっています。いつもだと視界が遮るほど背の高い海藻がたくさんあるんですけども、今日は遠くまで結構見渡せまして、海藻生えてるんですけど背が低い海藻が多くて、例えば水温がいつもよりも早めに高くなって早めにこう海藻が少なくなったのかもしれないですし、ちょっと何ともわからないですね。このエリアの海藻はアワビやサザエ、ウニなどの餌になっていて、減少した場合こうした海の幸の漁獲にも影響が出る恐れがあります。県はおととしと去年、県内沿岸に広がる藻場の大規模な調査を実施。上空3500メートルからの航空写真と水深15メートルまでの潜水調査で面積や種類を調べました。その結果、ガラ藻場と呼ばれる藻場が拡大し、県内沿岸の藻場の総面積は2013年の前回調査と比べおよそ1割増えていることが分かりました。日本海沿岸の磯焼けは南北から進行しており、中央に位置する北陸の沿岸では豊かな藻場がまだ残っているということです。ただ地域別に見ると大きく減少しているエリアもありました。一つの例としてですね、大井町のエリアを今の写真を示しています。でここに、10年前の調査で得られた海藻の面積をエリアを示しますとこんな感じです。この赤いとこを示したところにですね、10年前は海藻があったというふうな結果が得られています。で結構広い面積が、そうなんですよね、沿岸全体にわたってですね、結構沖合の方にも広がっています。それでこれをちょっと消しまして、次に今回の調査で得られた最新の結果を示しますとこれになるんです。分かりますかね、もうすごくなくなってしまう。ここにポツポツと赤い点があるんですよ。10年前に比べてこのエリアがすごく小さくなってしまいまして、おそらく 7,8 割は減っているような感じですね。この画面だけ見るともしかするとその磯焼けの初期の症状が出始めているかもしれないので対策が必要だというふうに思います。こうした中、子どもたちに海藻への理解を深めてもらおうという取り組みも。若狭町の県海浜自然センターで開かれた体験講座では海藻の専門家、東京海洋大学の神谷光信教授が講師を務めました。ね、ワカメって緑色してますね。でもこれは生の時はこういう茶色をしてます。これはどうですか。青のり。そうなんですね、青のりです。お好み焼きとか焼きそばとか、ふりかける、まあちょっと、地味ですけどね、でもやっぱりないと寂しいね。これも海藻で馴染みがあると思います。日本の人たちはものすごく海藻をよく食べます。多分世界で一番、よく食べる人種なんじゃないかと。神谷教授は暖流と寒流がぶつかる日本近海では海藻の種類が豊富なこと、
一方で海の温暖化が生育に悪影響を与えていることなどを紹介。このあと参加者たちは近くの海岸に移動し、磯に生えている海藻を実際に採集したり観察したりして学びを深めました。なんかいろんな種類が思い以上にあったから楽しかったです。こうやって海藻がいっぱいある海はなんか綺麗だから残していきたいと思いました。磯焼けっていうのが今社会問題になっていて、各地で海藻が減ってるんですけど、結構多くの場合は例えばウニが増えすぎちゃって、それで食害でですね海藻がなくなる、あるいは魚でいうと、アイゴとかブダイとかそういうのが、増えてしまって、それで、なくなるということが多くて、なかなか動物が、原因ですとですね、それを取り除くっていうのは非常に、まあ、お金と手間がかかるので難しいんですが、まあ、せめてですね、例えばプラスチックごみとかその埋め立てとかですね、その人の手でこう海藻が減ったりしないように、まあ、そこはこう気をつけてみんなでこう豊かな海を守っていけたらなというのは思ってますね。藻場が失われる磯焼けが問題となる中、食の観点でも課題が浮かびつつあるようです。福井県若狭町にある漁家民宿藤原屋。これが花もずくと呼ばれるもずくです。宿主の藤原正史さんにこの時期が旬のもずく料理を作ってもらいました。でその後ちょっと適当な大きさに切ってあげます。藤原さんは素潜り漁師で、もずくも自ら収穫したもの。繊維が細くとろみがある花もずくは酢の物、シャキシャキとした歯ごたえが特徴の岩もずくは吸い物にして宿泊客に提供しています。まあ、昔からの常連客が多いんですけど、やっぱりこのもずくが食べたいとかわかめが食べたいっていうような声が上がりますんで、メインではないですけどなくてはならない大切なものですね。漁家民宿ならではのものかなと思って常に提供しているんですけど、藤原さんは地域の水産資源を保護する活動にも力を入れ、町内の素潜り漁師らとともに海藻を食べてしまうムラサキウニの駆除などに取り組んでいます。一方、今後も多くの人に海藻料理を味わってもらう上で漁師の減少が課題になっているといいます。ね、もずくとかわかめって地道な作業で一気にこうね儲けになるものではないんですよね。だからそういう意味でこうだんだんそれをやる人が少なくなってきている。だからもう少しこうねそれでも生計が立てれるぐらいの、値段になってくると、また、こういうわかめを作ろうかなとかもずく取ろうかなという漁師も増えるのかもしれませんよね。大井町など嶺南西部で藻場が減少していることが明らかになった今回の調査。ピンク色で示しているところっていうのが活動をすると海藻が生えやすい場所です。県海洋資源研究センターでは今後の効果的な保全活動につなげるため、水深が10メートルより浅い、近くに藻場があり海藻の種が広がりやすいなど藻場の造成に適したエリアを初めて地図にまとめました。砂漠みたいに何見渡す限り何にもないようなところで海藻を増やすっていうのはすごく大変なんですけど、まだ福井は残っているので、残っているところを藻場を確認してそこから横へ横へと広げていくっていう活動ができるので現実的であるし、将来性もあると思います。藻場の調査を続けている中野さんに今後に向けた思いを聞きました。海藻がですね、二酸化炭素を吸収するということでその評価が高まっています。そういった観点からも藻場を守っていくということはこれからますます重要になっていきますし、皆さんにも関心を持っていただきたい。藻場って私たちの身近なところにあるので活動のしやすい場所にあります。で結果も見やすいです。ぜひこの藻場をですね守っていって豊かな海を次世代につないでいきたいと思います。海と日本。
Facebook、X、Instagram のチャンネル登録お願いします。